9月23日土曜、24日日曜に岐阜県羽島市にあるバレンティ本社で毎年恒例のバレンティ感謝祭が開催されました。今週も先週に引き続きバレンティ感謝祭の様子をお送りします。はい、ハイエース屋さん多いね、はい、ハイエースコーナーにさせてもらいます、うん、多いね、はいはい、大阪から来ました。もう、まあ、毎年来てるんですか。毎年出店いただきます。はい、今年はこちらシャコタンで来ました。はい、シャコタン派ですか。最近ちょっとうちも揚げ系だとやってるんですけど、はい、久しぶりにシャコタンで、ね、久しぶりにシャコタンこれはラッピング、これ塗装ですね。塗装、はい、あー GTR の、GTR の色、GTR のオレンジ色。なるほど。なんか自慢の箇所はあるんですかね。そうですね、 CRS さんの、まあ、グリルがこういう、はい、あ、これオリジナルの、はい、クワトログリル。クワトログリル新しい。ボンネットも変わってる。ボンネットも変わってる。で、まあ、薄型のリップつけて、はい、で、まあ、メッシュホイール、うん、が一番人気の。あ、これが人気ある。でも内装もそういうこういう いろんなもの出してるんですか。開けていい。はい、じゃあ、はい、はい、まあ、あのコンソールオリジナルで作って、これがね、はい、こんなに大きくないんだ本当は。そうなんですよ。で、まあ、シートアレカロをちょっと特別に張り替えて、ロゴ入れて。張り替えで。張り替え、レカロを張り替えられてる。張り替えで。おしゃれだ。オレンジ可愛い。オレンジ全部オレンジ。全部オレンジ。シートベルトもオレンジ。シートベルトも。後ろは何かあるんですか。後ろまあ一応ウイングと。うん、リアバンパー、まあ、マフラーカッター。なるほど、マフラーカッターなんですか。はい、カッターです。カッター日本出し。日本出しでマフラーカットなんですか。ちょっとやんちゃう。やんちゃうですよね。ね、まあ、これちょっと前昔っぽく仕上げるのがいいかな、はい、斜めにちょっと ねそそりますね、このしらり出てくる感じが。こんなんめちゃくちゃ内装もお金かかってるから。だけどそうですね、内装も基本的には全般張り替えて、はい、天井もうわー、一周ですね。これで大体総額どんなもんですか。そうですね、まあ、ガソリン車ベースはガソリン車なんですけど、うん、まあ、大体でもまあやろうと思ったら5600ぐらいは。分かんの。はい、ちゃんとあれですね、バルブはあのバレンティのバルブがついてますね。ついてます。あ、ありがとうございます。ちゃんとついてます。僕らもね見て分かりますから。さすがですね。はい、はい、シアですよね、大阪から。はい、はい、またあの興味のある方は、あのネットで見てもらったら分かりますね。そうですね、シアレスって検索していただければ。店舗もちょっと今さまざまありますので。あ、そうですか、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いての会社はこちら、レガンスさん。レガンスさんですね、はい、大阪堺って言われて。いつも出店ありがとうございます。あれ、はい、得意なのは、得意なのはハイエース、ハイエース の、 あのカスタムパーツです。はい、はい、このレガンスさんの売りは何でしょう。そうですね、うちはちょっとここは違うよっていうのがあれば、まあ、例えばその、まあ、レガンスっていう名前の色、名前がつくぐらいエレガントで、ちょっとあのおしゃれな感じ、おしゃれというのもなんかおかしいかわからないですけど、綺麗なんですよね。フロントのこうあの、うん、スポイラー見ていただきました、うん、あのこの分、はい、内巻きにこう、内巻きとかっていうとどんな感じ。昔だったらこう、うん、モデリスタとかこうピョンと出た感じ、張り出しですよね。こうふっとこう内側に入る、内に巻いてる。そこがちょっと違う、そういう感じのイメージが。あ、リップスポイラーなの、ね、こう。はい、これも、ね、あのフロントあのハーフのスポイラーなんです。であのフルバンパーもあるんですけども、フルバンパーに関しても同じような形状してます。張り出すんじゃなくて内側に巻く。はい、内巻き、内巻きです。はい、あと今回あのハイエースに純正でついてないんですけども、うん、BSM っていうのをあのちょっと用意してみました。っていうのが、例えばあの高いいい車だったら、今ミラーのところになんか後ろが車が来たらピカッと行きますよって教えてくれる、まあ、はい、あのサイドミラーにね。そうです、ブラインドスポットモニターって。そうです、赤だったりオレンジだったりね。そうです、オレンジが多かったり。オレンジか、ね、横行くとさピッてつくやつ、ね、そう、はい、よくあの横から抜いてても、あ、ついとるなって多分だけだと思う。それハイエース、それがつけれちゃう。あ、そういうのついてる、どこに。うわ、つけれちゃう、後付けできちゃう。どう分かりにくいですよ。あ、この部分そのマークは光るんだ。車が近寄ったら本当は光る機能ですね。なんで運転手に対して注意喚起してくれる
ランプ。ハイエースについちゃってるだ、うん、でハイエースは純正でついてない。あでさっきの 見たクラウンだとか最近のちょっと高級車のやつとついてた。うんそれがハイエース 両方についてるってことですよね。これいくらするんですか、この光るキット。ちなみに8万8000円です。8万8000円で、ね、プラスそのあの取り付けはあの業者さんにお願い。そうだよね、センサーいるんだもんね、はい、センサーをつけなかったよね。あのバンパーの後ろの内側につける感じで、ね、感知するんだ。はい、はい、そのセンサー取り付けがちょっとお金かかる。そうですね、別途ちょっと自分でするにはちょっと難しいかな。難しいよね、そんなセンサーなんかね、はいはい、ドアミラーもバラバラにしなきゃいけない、ね、配線、も全部後ろ通さなきゃいけないとして、でいろんなとこつながないとダメなんで結構大変です。はい、1万8000円の工賃が倍ぐらいかかる。1万8000円の工賃が倍ぐらいかかる。15、16万かかるね。いや、そこまではいかない。ないと思います。はい。資格だったりするとね。あのさ、よくあるのさ、あのランボルギーニとかさ、乗ってるとさ、はい、資格で見てるやつがいるの。あそこばっかり映らないってこと。そこで止まるの。はい、そこで、はい、あれが危ないんだ、はい。あれいるよね、そういう車にね。まだ僕体験はしてないんですけど、後ろこうバックしてる時に自転車とかバッと横切ったらピーってなる。あそれも教えてくれる。はい、そうですね、はい、レガンスですね、はい、ぜひあの見ていただいたら、これ乗ってますよね、はい、ひょっとしてこれ欲しい人はあるかもしれないですよ。はい、ねはい、します。ありがとうございました。ありがとうございました。リバティウォークさんです。はい、はいね、今日も産後ご提示もらってますですね。話聞いてみましょうか。はい、お願いします。新商品かなんかはあるんですか。新商品ございますよ。今回は、はい、バレンティーさんの感謝祭にハッピーバッグご用意してます。マジハッピーバッグご用意してます。ハッピーバッグってどういうこと。なんとすごいことに、定価以上めちゃくちゃもう安売りしてます。なんだろう、はい、今日は水筒とジュース2本とサンダル、これ黒も入ってます、はい、とタオル、はい、なんなら今日めちゃくちゃ汗かいて帰り温泉寄ろうって言ったらもうこれで、これだけですよ。もうこれですサウナも OK。 すごい、これ全部全部入ってます。すごい、全部入ってます。で、これがいくらですか。これ1万円税込みです。まあ倍ぐらいのものが入ってると。あとはちょっとまあ数少ないですけど、今回はあの後ろにございます、目の前に置いてあります、はい、エルミンシルエットワークス GTR の、ミニ GT 今日数少ないですが販売してます。これ数少ないんでもう早いもん勝ちです、はい、でちなみにこれおいくらなんですか。これがおいくらでございますか。2500円です。でこちらのキャッチがこれもあのリバティオークオリジナルです、はい、スーラコラボです、はいはい、これでちなみにいくらで売ってるんですか。これおいくらですか。7000円です。これニューエラとコラボだもんね。コラボです。これもニューエラのバッグコラボ。え、マジすごいじゃん。結構うちは推しなんで超かわいい、はい、あとまああとガラガラくじやってますんで、好きなものが当たるかもしれない、欲しいもの。まあこんな感じで大盛り上がりです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。はい、アズルさんです。はい、アズルさんです。こんにちは。こんにちは。今回なんか目玉のなんかありますか。目玉これです。これ、あ、これこっちこっち。あのこれ目玉です。これ目玉、はい、はい、色あせがあTシャツ、新作のTシャツを売り出してる。はい、これどうですか。なんで052にはどういう意味。名古屋の市街局番でした。そういうことに、それでなの。面白い。はいはいはい、はい、まあまあ、まあ、ポケっぽく。あ、いや、いい、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれ。ちなみにこれ T シャツおいくらで売ってるんですか。いくらで売ってるんですか。5000円。5000円で、はい、はい、ありがとうございます。これキャップはキャップはこれ7000円。分かりました。ありがとうございました。続いて隣に行きましょうか。これはどこの業者。これディープデザイン。ディープデザインどこにあるの。ディープデザインさ、今そこに見えた。あ、自分の店にいなさいよ。ラッピングだと思うんですよ。だよね、うん、ラッピングする。ラッピング。プロテクション。あ、そうなの。プロテクションシート。
はい、透明の。ああ、それはもともと紫の色なの？紫。あ、で、艶消しにしてんだ。なるほど。いろいろ取らせて。シェフィルム貼るし、多いね、傷つかないしね。傷つき、鈍くなった。一応、リープデザインさん、バレンティさんの。あ、今回も出たの？はい。コラボで、発表してないんですけど、逆襲では。あの、流れるやつ？流れます。流れて。流れます。流してみますか。やってみましょうか。見たいですね。やってみましょうか。これ番組初です。ねえ。マジ？え、これさ、これ乗ってる人これ欲しがるんじゃないの？欲しがると思います。行く行きましょう。今日宣伝したいんです。はいはい。で、このカラーリングはリープデザインさんオリジナルのカラーで。あ、そうなの？クリアレンズで中がブラック。うん。で、レッドバンド。で、うち2種類あって、レッドレンズとスモークレンズを発売しました。あ、流れてる。あ、流れてる。ありがとうございます。かっこいい。流れるんですよ。はい、あ、かっこいい。普通はどうなってんの？点滅？点滅だけ？通常点とかに。これ欲しがるわ。テール2個ね。テール2個セットです。ちょっと待って。リアフォグがこうついてて。これ、こんだけね、アセンブリーね。アセンブリーです。左右セットです。で、値段出てるんでしょ？まだ言わないでよ。はい。当てるから。はい。オッケー！藤沢さん、ありがとうございます。この、これね。これ、クリアもでも同じ値段？うちのプライスもリブデザイザーオリジナルのこのコラボのテールも同じ金額です。はい、はい、合わせてます。もう何台か出しました？もう出してます。出してます、はい、もうめっちゃ売ってくださってるんですよ。マジ？はい、今から SNS でどんどん拡散していってる感じなんで。ほんとほやほやなんですね。これね、はい、値段当ててみようか。はい、ぜひ。2個でセットで、セットでどう？30万ぐらいする？そこまでいかない。もうちょっと上。もうちょっと上か。もうちょっと上です。もうちょっと上です。50いったの？45今いった。 50? 50万。50万2個セットで、はい、プラス税なんで55万ですね。はい。買う人ある？もうみんな買っていただいてますね。もう55でキリいいんで。すごい。55キリいい。はい、55やから。あ、なるほど。55。あ、なるほどな。かっこいい流れてる。アベンタのテールが出ちゃいました。55万、はい、あ、それだろうな。ハイエースでね、10万円って言ってるんだろう。ハイエースでも10万円。10万円だからね。価格を考えたらまだそれでも安い方かなとは思いますけどね。出たばっか、出来たてほやほやです。すごい。はい、わかりました。ね、アベンタの、アベンタのテール、流れるテール欲しい方こっちまで行ってください。はいはい、こっちのバレンティーモデルとリープデザインさんモデルが両方は、はい、あ、両方の、はい、で全部で3カラーやる、ね、それ、はい、ネタコラなんかで見れますか？見れます、見れます。はい、それ見てもらって、はい、このホームページまで、はい、ここら辺に、まあ、見て、お問い合わせください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてはニューウィングさん。ニューウィングさん、はい、池田社長です。このどこの西宮ですね。兵庫県。兵庫で、はいはい。なんでこれ R8 か。もうこれはたまたま R8 やってるだけ。あのエアロー、はい、クロディのエアロー全般的に作ってるんですよ。はい、これも、はい、あのエアローリップはうちのオリジナルなんですけど、はいはい、まあ、これカーボンボンネットとか。はい、で、まあ、ここ持ってきたのは内装の方ですね。うんうん、内装の方が藍染めってご存知ですか。はい、やらしいやつや、ね。はい、いやいや、わかる。一応これはその藍染めっていう。はい、技術で、まあ、革を染めて、それでも張り替えてる。世界にフェラーリ1台とこれ1台って2台しかないです。はい、そう。フェラーリはもう本当にフェラーリ本社がわざわざこの革を京都まで買いに来て天井だけやってますよ。フェラーリは1台だけ。あとはもうこれ僕の1台。例えばこれランボルギーニやったとしましょう。ディアブロのやつを藍染めでこうしたとしましょう。はい、いくらぐらい普通なんですか？普通で。普通でいくと、うん、1脚、2脚で。あ、2脚、シート2脚やったらまあまあ、それでも、130万ぐらいかな。60万ぐらいいけちゃいます。シートだけやったら。2脚で。じゃあ次、バイク行ってみましょう。バイク好きなの？そうですね、もう僕、ハーレー大好きで。このR8 にコンセプト合わせて仕上げたんですよ。要はカーボン。藍染め。そうです、シートも藍染めで。これ藍染めは初めて。初。はい、初。この質感が違うんですよ。もうなんかもう手にしっとりくるというか。そう、またやってもいい？いいですよ。へえー。おお。エンジンかけてもいい？いいですよ。
ーレーだ。ハーレーさ、パッ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 、あれではないの、はい、あれは空冷の昔のやつで、もう今仕入れになって、うん、あれをやるのはコンピューターをつないだらできるんですけど、うん、要は調子を悪くするっていう方法ですよ。できるはできるんですよ。タン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 って言うの、そう、調子を悪くしてしまうとあれができるんですよ。エンジンにも良くない、あんまりあんまり良くないです ね、まあ、特に新しいやつは。わかりました。あの、ね、はい、あのいいですね。でも趣味がビジネスになるっていうのは、ね、最高ですね。最高ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まだまだ続くバレンティー感謝祭、今週はここまで。来週も引き続きお送りします。お楽しみに。